皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。今日はですね、皆さんが私に対して抱いている疑惑を晴らしていきます。何のことかというと、先日私が公開したこちらの動画ですね、性風俗店で働いていたことを隠していた理由という動画にいただいた多数のコメントなんですけども、まず何のこっちゃだと、この動画見てない方はそう思うと思うんで、簡単に説明すると、私は以前ですね、男から女に性別を変えるっていうことを両親にカミングアウトしたところ、めちゃめちゃ大反対されたんで、実家での居場所がなくなったから家出をしたと。で、家出した先に行き着いたところが性風俗店だったんですね。で、私はまだ体についてるポコチンとかを人に見せるのは嫌なのにもかかわらず、性風俗店になぜか行ったって、まあ寮完備だったから、住む場所がとりあえずないから、もうなんかもううわーってなってる状況でたどり着いたのが性風俗店だったということなんですよ。で、私はそこでもちろんそういうお客さんと一緒にね、個室に入っていろんな体を触ったりとか、しなきゃいけないわけじゃないですか。でも私はなぜか拒絶をしてですね、全くそういうことをやらなかったっていう、まあそこでいろんなハプニングが起きたっていう、まあ、そういう動画なんですね。で、そこにいただいたコメントが、いやいや、かのんちゃん、絶対お客さんとスキンシップしてるでしょ、嘘つかなくていいから、コメントいただいたんですよ。だ、それに対して私は今回、当時の私が働いていた性風俗店の店長さんに今から電話をして、一つ一つ皆さんがモヤモヤしてる部分を解消できればなと思っております。で、まず伝えておきますけども、私はこういう性風俗っていうんですか、発音おかしいけど、性風俗業に対して偏見を持つことは嫌なんですね。だから私はあえて隠さなかったの。だからここでおかしいんですよ。で、本来ね、一部の視聴者さんが思ってるようなやましいことがもしあったとしたならば、私はわざわざ動画にしないんですよ。なので今からですね、私の当時の本当に性別を男から女に変えるぞと言ってスタートした当時の様子、あとはお店で働いてた時はどんな感じのやつだったのかとか、あと本当にスキンシップしてなかったのかとか、まあかなり盛りだくさんの動画になると思うんで、よかったら最後まで見てってください。じゃあ早速ですね、店長に電話していきます。繋がるかな、一応もう最初に伝えていたんで繋がると思うんですけど、じゃあ行きますよ、かけますよ。緊張する。あー、スピーカーオンになった。聞こえるかな。もしもし、です。お久しぶりです。あら、すいません、LINE でお伝えしてたと思うんですけども、青木です。あ、青木さんですね。どうもどうも、お久しぶりです。え、びっくりしました、あの動画見た時。いやー、びっくりしたね。え、ぶっちゃけどう思いました、カミングアウト動画。カミングアウト動画ね。はい。そうね、言うんだと思って。言っちゃいましたね。言っちゃったね。はい。なんか最初、YouTube 始める前とかにも話したと思うんですけども、なんか過去のこの性風俗で働いたことは隠したいみたいな、当時は言ってたじゃないですか。うん。言ってたね。はい。言ってたんですけども、こういう YouTube 活動やっていく中で、いや、それ隠す意味あんのかなみたいな、なんか自分の大切なルーツっていうか、もう今の自分がいるのはそこがあったからっていう、そういう気持ちがあったんで、隠したくないみたいな思って、それ出したんですよ。あー、なるほどね。はい、ちょっと今回ですね、店長に元店長ね。あ、元店長。あ、そうなんですか。もう今ね、だいぶ離れちゃってるからね。あ、離れたんですか。いや、もう今全然別のとこやってます。マジっすか。あ、そう。で、今回ちょっとその動画の趣旨なんですけども、この前その出したカミングアウト動画に、いただいたコメントで、はいはい、え、かのんちゃん、何、スキンシップしてないとか、嘘つけないでよっていう、なんか、まあ他にもなんか、いや、絶対この話作り話だろうみたいな、こんないい話あるわけねえみたいないうコメントがちょこちょこあったんで、なんだろう。ちょっとそれを説明したいというか、当時の私の様子を、まあいい機会なんで聞ければなっていうか、話していただけたらなと思うんですけども、どうですか、大丈夫ですか。あ、なるほど。はい。そうね、まあ思い出しながらね。はい、一応質問用意したんで何個か。いいですか。うんうんうん、今から。いいですよ。一つ目いきます。はい。青木が家を飛び出して風俗店に面接に来た時はどんな様子でしたか、うん、っていうことなんですけども。あー、もう最初の出会いでね、はい、電話してきた時からね、やっぱ覚えてるんだけども。マジっすか。やっぱちょっと震えてたよね。声がね、まあ未経験でね、こう家出したっていう話はその時まだ聞いてなかったから、はい、まあ実際あってで、ね、話す中でいろいろ聞いた感じだったよね、確かね。あ、電話の時からね、まあ、不安な印象っていうのはやっぱり、まあまあ、あったかな。
そうですよね。行く場所がなくて、もうどうしよう。でもお金貯めないと、手術もできないし、みたいな。もう行くしかないみたいな。なんかそういう、でもなんか自分の心のどっかで、いやでも人に体を見せる仕事を、わーっていう、なんかもういろんな葛藤で多分電話してたと思うんですよ、あの時。あー、なるほどね。はい。そう、まあ、そうだよね。これ、いろいろ考えながら出ますけどね。はい。当時その面接来た時ってどんな見た目してました？その時、あれどうだったっけ確か、はい。あれ、パーカーかなんか着てきてなかったっけ？あ、めっちゃ中性的な格好、どっちでもいけるような性別。そうね。はい。確か、あんまり女してないから、はいはい。エクステつけましょうって話になったんだよ。ああ、確かに。入ってすぐに髪の毛長くしましょうみたいな。うん。めっちゃ短かった。めっちゃ短かったね。めっちゃ短くて、エクステあんまつけれなくて。はい。短すぎて。そう。で、最初ね、こう、エクステつけたんだけども、もう煩わしいって言って切っちゃったよね。そう、勝手に私切っちゃったんですよ。お店の経費でつけてもらったのに、勝手に切ったっていう。そう。1日か2日で切っちゃって、ってなってたよね。めっちゃやばいやつじゃないですか。どっからお金出てんのみたいな。すいません。はい、まあそういうやつだよね。そういうやつでしたね。まあ家出したっていう話を聞いた時の印象だよね。はい。まあ、面接でね、まあ正直ニューハーフ業界で、そのヘルスに来る子ってさ、はい、こう、やっぱり、ね、何かしら訳ありだったり、うんうん、まあ理由があってっていうパターンが多いからね。はい。まあありふれたっていう、とね、まあ、失礼というか、難しい話になっちゃうんだけども、はい。例えば私だってそうだったしね。他にも何人かいたし。はいはいはい。だからまあ特別っていうよりは、まあ当時ね、そうニューハーフっていうのが全然認知されてなかったし、その中の一人だったっていう感じだったかな。あ、なるほど。もうみんな、なんて言えばいいんだろう。やばい、語彙力がなさすぎて。語彙力もう昔からないんですよ。でみんな違ってみんないい。そうね。はい、一人一人ね、こう、環境は違ったけれども、はい、目的ってやっぱみんな一緒だったからね、まあ、生活のため、それから手術のため、はい、ね、お気持ちしてる子もいたしさ、はい、っていう中でのね、こう、仕事だったから、その時もやっぱり複雑だったろうしね。確かに。だからこそそれをね、こう、公にするっていうのが、人によってはね、まあ人によっては、だからびっくりしたんですね、私が動画出したことに対して。そうね。なんならその、働いてたことをずっと隠して生きていくって言ってた人だからさ。そうなんです、私そうなんですよ。ありがとうございます。そしたらじゃあ2つ目いいですか。そしたら皆さん、これかなり気になってる質問だと思うんですけども、いきますよ。お客さんとスキンシップしてなかったのは本当なの、の件です。あ、ね、はい、確かに言ってたね、動画でね。そうなんですよ、まあ、スキンシップしてなかったっていうのは、まあ、でもリアルだと思います。これお客様からね、話もあったんで。そして運命の初勤務ですが、私はそこでとんでもない行動に出ました。いざ指名を受けてお客さんと一緒にプレイルームに入りましたが、私はお客さんに土下座をしました。その時ですね、私が言った言葉、もう今でも覚えているんですけども、ごめんなさい、実は私自分の下半身が嫌いなんです、でも家出をしたのでここに来ました、と言いました。まあもともとこういう仕事だということは分かってたし、もちろんお店の人もそれ前提で私を面接を合格にしているわけじゃないですか。しかもお客さんもそういうスキンシップをするためにお金を払ってお店に来てるわけですよ。めちゃめちゃ迷惑なやつですよね。逆に苦情をいただいたこともありませんでした？最初ね、その青木さんがさ、接客しに行ってで帰ってきたじゃない？はい。でその時に別に何も言わないじゃない？はいはい。まあどんな感じだったっていう話も、はい、で最初はしたけども、はい、ああ普通でしたみたいな。はいはい。あ、普通だったんだみたいな感じになっちゃうからね、はい、特にこう聞き出したりとか、はい、トラブルがなければねそれからいいんだけども、はい、多分まあ実際ねクレームっていうのはなかったけども、逆にねこう良かったって言ってね帰っていく人とかね電話いただいてましたよ。本当にですか？うん。癒されたって言って電話来たしね。え、ただ話すだけでですか？あ、そう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 。こういう性風俗業界で、はいはい、なんか私みたいな、その、お客さんとスキンシップするのは嫌だーって言って、話すだけで業務を終えちゃうような、私みたいな人っているんですか？
そもそも。かなり地雷だと思うんですよ、私。正直、そこは本当価値観だよね。ああ。私もね、こう、もともとキャスターぐらいで自分にやってたんだけど、はい、そのキャスト時代に特別ね、こう、体を使ったのが上手かったわけでないし、お客様を癒すのって、やっぱり体だけじゃないんだよね。ああ、なるほど。うん、これは、例えば、料理のお店でもそうだと思う。はい、料理だけが美味しかっても、お客様の心ってつかめないと思うんだよね。そこの接客の仕方だったりとか、はい、まあね、お金の受け渡し方とか、まあいっぱいいろんなね、細かいとこあるけれども、うんうん、やっぱり人と人だからね。はい、で、年齢もバラバラじゃない、はい、だからこう、青木さんのね、お客様っていうのは、どっちかというとおとなしくて、こう、はい、一緒にまったりできればいいなっていうお客様が集まってたよね。あ、多分それってこうやっぱり写真の雰囲気だったりとか、まあ、プロフィールだったりとか、はいはいはい、まあ、もちろんね、こう電話でそういう女の子ですって言ってアピールというか売り出しとかもね来てたから、まあ、もちろんそういうお客様が結果的に集まった。 だからね、こうクレームっていうのはなかった。あ、そっか、電話で最初に伝えてたんでしたっけ。そうこういうの、ダメな人ですって。そうある程度話はするよね。あ、まあ、それはね、やっぱ電話営業だからさ、事務職の方はね、はい、そしてね、 お客さんじゃなくてお客様でいなさい。はい。お客様だ。お客様。事務員の時教えてたでしょ。はい。お客様。お客様。うん。すいません。なるほどですね。うん。だからね、こう、癒しの時間の提供っていうのがね、一番大事な部分だと思うから。はい。うん。単純にこう、性風俗というかね、こう、性的な趣向をこう、満たしに行くだけであれば、はい。多分こう、出会い系サイトとか、個人で、ね、こう、遠行やってる子とか、まあ、いるわけじゃない。はい。他の方が正直こう、プレイの幅、広いっていうと、まあ、語弊があるけどもね、体目的でやってる人が多いから。ああ、そっか。うん、多分そっちの方に行くことが多いんだよね。したら話を、まとめると、うん、青木はスキンシップをしてなかったのは本当なのっていうことに関しては、そうね、そこは本当ですね。うん、了解です。まあ、でもなんかすごい深いなんか話っていうか、人とのこの、なんだろう、コミュニケーションっていうか、なんか癒しを与える場所でもあるんだなっていう、それが全てが体目的ではないっていうのが、なんかすごい勉強になりました。そうだね、すごい、さすが店長の言葉は重みが違う。そうです、かぶっちゃった。そういう時はあるからね。ああ、はい、わかりました。そしたら、じゃあ次の質問いきます。はい。当時周りの従業員は、青木がスキンシップは嫌だと言ってることに対してどんな風に思ってましたか。なるほど、はい。あ、やっぱあったんですね。私は気づかなかった。なんだろう、知らなかった。そう、みんなでなんかアイスかなんか食べたね。けどね、その人たちに巡り合うっていうのはやっぱり奇跡、やっぱ家族だったよね。そう、本当そう思うんですよね。